アブラハム渓谷は、1993年制作、公開、マノイル・デ・オリベイラ監督による、フランス・ポルトガル・スイス合作の長編劇映画である。ギュスターブ・フロベールの小説、ボバリー夫人を現代ポルトガルに置き換えて、アグシティナ・ベッサル・イーシュが書いた小説をオリベイラが、脚色、3時間を超える大作に作り上げた。14歳のエマを演じた、セシル・サンスであるバと、 20歳のエマを演じたレオ・ノール、シルベイラは全く要望の異なる同世代の女優を起用している。舞台となった道路側は、オリベイラが1931年に22歳で初めて監督した映画、道路側の舞台となった土地である。本作は、1993年、オリベイラが84歳の時に手掛けた作品である。同年、ブラジルのサンパウロで開かれた。 サンパウロ国際映画祭で批評家賞、東京で開かれた東京国際映画祭では、最高作品貢献賞をそれぞれ受賞した。舞台は、ポルトガルの道路側にある谷、アブラハム渓谷。イシカルロシュデパイバがある日、まだ14歳ながら美しいエマと出会う。幼少の頃に母を亡くしたが裕福な家庭で、父やおば、使用人たち、特に洗濯女リティニャーと親しみ、 不自由なく暮らしていた。数年が経ち、エマのおばの葬儀に訪れたカルロシュは、エマのより一層美しくなった姿に衝撃を受け、心を惹かれる。妻を失っていたカルロシュは、エマと結婚することになる。しかし、仕事で家庭を帰り見ない夫、カルロシュの姉たちの心ない中傷のせいで、手伝ってくれていたリティニャも去り、エマはすっかり孤独な境遇となってしまう。エマはある夜、 ルミナレス夫妻のダンスパーティーに行く。この夜から、エマの生活は一変する。エマは娘を二人産むが、旅行家、フェルナンド・オゾリオの経営するオリーブやオレンジの農園、ベスビオ園に足しげく通い、浪費と快楽に溺れ、複数の男性と上事を重ねる。ある日、同園の出事をやめ、事業を始め成功した、カイレスが現れ、エマの浪費を埋めるために陶器に手を出し、 逆に窮地に落ちたカルロシを援助する。さらにカイレスは、エマに昔からの恋心を告白する。エマは弱みにつけ込むようなカイレスに断固とした態度を取り、家を出ることを決心した。エマは、リティーニャに別れを告げ、ベスビオへに向かう。農園を抜けて道路側へ出たエマは足を滑らせて、水に落ち、あっけなく死んでしまう。その数日後、公園で息絶えている。 カルロシュの姿が見つかる。ありがとうございます。